안녕하세요. 크롬입니다. 今日は学校に来ましたけれども なんで笑うんですか？ 今からお湯を入れに行きたいと思います。行ってきます。バイバーイ。満貫体読めませんっていう。本当に辛いのでしょうか、こいつは。何これ、めっちゃ入ってる。それどういう風なんだろうね。わかんない、どうしよう。粉箱、袋入れて3分待つ。ちょっとよくわからんくなってきたから適当に作ります。食べれればいいんだ、多分大丈夫なはずです。飽きる？落ちた？さあではこれをね、中に入れてみたいと思います。いい、超いい匂いする。嗅いで。いやー、これはうまいぞ。いい匂いがします。これはこれさ、飛ばしそうで怖い。今日さ、辛いと思ってさ、これ着てきた。めっちゃ入ってんじゃん。背脂みたいなのが出てきた。え、どうですかこれは。キモい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 。今から私食べるんです。ちょっとキモい。何これ。肉でしょ。混ぜました。お湯多くね。やばいよねこれ。超薄い気がするんですけど。本当に？ちょっと汁を飲んでみたいと思って。薄い。美味しそうでも。辛くない。水っぽい薄さはない？少ない。あ、本当？うまっ。美味しいよ。うまっ。麺もいただきたい。うわ、いい吸いっぷり。うまい。けど辛く。そんなめちゃくちゃ辛いってわけじゃないけど、すごいスパイシーな香辛料の匂いと味がする。そういうの好きな人は好きかもしれない。辛さはちょうどいいです。私にはわかんないけど。スーパーホットポットビーフフレーバーって書いてある。ホットポットだから牛肉の鍋のフレーバーでした。皆さんも台湾に行ったらぜひこれを買ってみてください。満貫体いっぱい。皆さんにお土産があります。化学麺っていうお土産なんですけど、店員さんはね、ラーメンクッキーって言ってたの。食べたい。そういう感じだもん。ラーメンクッキーをみんなに食べてもらってデビューしてもらいたいと思います。どうぞ食べてください。いただいてください。どんな感じ？やばい、ガチなラーメン。クッキーじゃねえやんけ。ラーメンのマジで。うまい。日本の駄菓子みたいな。ベビースターラーメンみたいな感じ？ラーメンクッキーとは。いただきます。いただきます。食べ方はですね、こういう風に口をこうしまして、こうやって。今日はここで終わりたいと思います。ではね、さよなら。違う。それでは、다음영상에서 봐요。여러분、안녕。